水かきのように足を扱ってあげてね。リバース、反対もリモートの人、お尻の下に大きなクッションか枕2つぐらい引いてくださいませ。ちょっとマッサージから入ってます。そしたら足首をクロスしてコロンコロン、反対も、縦膝、そしてね、膝の後ろに膝入れて、膝の上に膝入れて、コンコンする。座りやすいとこみんな持ってきて、ふくらはぎ、膝小僧でスリスリ。この辺ヨガじゃなくてマッサージだからご自由に。反対も。うん、スリスリ。そしたら両足立て膝のマットのへり、両方のお膝を内側に閉じて、ももと膝閉じたら足膝90度のまま土踏まずで外に歩いてみる。痛気持ちいいところで止めましょう。 X 脚のポーズ、OK。 そしたらゆっくりと左の足を外に開いて、そのままマーレー、右手上げて左の肘肩の下に置いて持たれる。寝ちゃって、そうするとね、自分の右の足の重みで右の骨盤が気持ちよく伸びてくるから、足の付け根伸ばしていきましょう。 OK。 右の手を、上から肩を4本指と親指で掴んでください。さあ肘で肩回しです。大きく好きな方向からぐるぐる肩を回しましょう。空で引っかかるとこない？痛いとこない？ OK。 反対回しも、さあそしたら右の手空、その手を後ろに開いて胸空に、吐く息で大きなボール右手に抱えて、指先左の脇の下に抱っこする。吸ってオープン、吐いてロールして、吸ってオープン、吐いてロールして、吸ってオープン、吐いてロールして、ラスト吸ってオープン。空、その手を覆いかぶせるように耳のそばで、あと一つ右の膝の内側を床に下ろそうとして、アーチで右の骨盤伸ばして、2、3、5、両肘後ろの床でうつ伏せになろうとしてお腹ツイスト、全部降りなくていいよ、自分が気持ちいいとこにお辞儀して腰に効いて、気をつけてね、両肘で床を押して起き上がってきて、足を立て膝に戻して後ろにもたれかかる。さあもう一回 X 脚に戻すパターン、少しホールド、足マットのへり、反対行きましょう。右足パカッと開くね。さあそのまま右の肘を後ろの肩の床に下ろす、肩の真下、ここでお腹ねじってみて、左手を上から肩を掴んで、さあ自分の左の肩回し、ぐるぐるぐる、うん、反対回しも、背中もほぐしてね。そしたら左手空、その手後ろに胸から開いて、吐く息で肩甲骨を開くように、大きなボールを右の脇の下に指先突っ込む。吸ってオープン、吐いてロール、吸ってオープン、吐いてロール、吸ってオープン、吐いてロール、ラスト吸って、吐
吐く息で左手耳のそば、左の膝小僧の内側、床に下ろそうとしてアーチ。体側 C カーブで伸びて、内臓に隙間、呼吸。両肘後ろの床、うつ伏せになろうとする。自分の腰に効いて、気持ちいいとこ探して、自分で。オッケー、ゆっくりとロールアップしていく。手ついていいよ。両膝縦膝、そう、そしてよいしょ、起き上がってくる。さあ、そのまま足の幅ちょいと広くして、ハの字で上半身両手前について前屈して、 C カーブのまま頭を下ろす。右手膝の内側から肩入れて外に出して、左の手を空、そこから左肩を内旋、手のひら内側に向けてから後ろに回して、右のももの付け根、いける人右の肩を内旋、内側に向けて後ろに曲げてつないでいく。つなげなかったら一個前ね。深呼吸、パーシャーサナーチュー、3、4、右の足首フレックス。自分気持ちいい人、少しかかと外に蹴ってみる。あの今日お尻上がってるから気をつけて。2、3、アンバランスに耐えて。4、5、縦膝して戻ってくるね。今来た道帰る、手抜く。入っていくよ、前屈。左手下から入れて、肩入れて後ろに置く。右手を胸から空、右肩を内旋して後ろに持ってきて、左手そのまま内側に持ってきて後ろに。つなげたらつなぎます。難しかったら左手置いといてね。4、5、左足首フレックス。蹴れる人少し外蹴りましょう。1、2、パッシャッサナ、3、4、5、戻す。さあ手抜く、ワンモア前屈。両手入れる、外から足首持つ、真ん中で足の裏合掌して、タラーサナスターポーズ、そのままお腹にボール抱えて前屈するだけ。吸いながら手離して起き上がります。そしたら正方形のまま後ろにもたれかかって、お尻どっかりボルスターへ、で、つま先で床を押して、吸いながらかかとを上げる。吐く息でかかとでつま先持ち上げて、吸ってつま先立ち、吐いてかかと立ち、吸ってつま先立ち、吐いてかかと立ち、吸ってつま先立ち、吐いてかかと立ち。それを足10センチから20センチ離してやる。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐きます。平行、つま先開く、閉じる、開く、閉じる、開く、閉じる、開く。内ももに風船あると思ってギューッと割る。吸いながら引いてくる、吐いて割って、吸って引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、
吸って引いて、吐いてプッシュ、床と平行、ホールド、土踏まず空、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、下ろす、足シェイクシェイク、右足数字の4、足首フレックス、左足縦膝、さあその足胸に引いてきて、かかとで前に蹴るお腹、吸いながら引いて、吐いて追いかぶさるように下ろす、吸って引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュ、吸って引いて、吐いてプッシュします、ホールド、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、下ろす、前屈です、少しお尻ずらさないように前屈して、吸いながら上がって、ハリアナ、縦膝、三角から右手入れる、左手とすねの前か膝の後ろでつないで引き寄せてきてください、お尻ちゃんと座り直していいよ、危ないからね、今日横向きだから、そこで痛気持ちいいとこでハートとふくらはぎ近づけて、ホールド、呼吸、グッド、そしたら両方の手を三角から入れて、合掌した手を前屈して、肘を曲げて顔に当てる、お祈り、さあその足ちょいと持ち上げて、ハートの前に引き寄せて、右手抜いて、右向いて、右手頭の後ろから左手探してつなぐ、目線脇の下からお空見る、ワン、ツー、スリー、フォー、お腹の力で左膝胸に引き寄せて、左足床からちょい持ち上げる、オプションワン、蹴るオプションツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、戻す、オッケー、ゆっくりと足全部伸びて、そう、足全部伸びて、そう、後ろによいしょ、もたれかかる、足シェイクシェイク、グッと左足数字の4、縦膝引き寄せる、吐く息でプッシュする、吸って引く、吐いてプッシュ、吸って引く、吐いてプッシュ、吸って引く、プッシュしてホールド、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、起きて前屈、きつい人右膝縦膝してていいよ、さあ縦膝して引いてくる、さあハリアナのポーズ、左手入れて右手とつないで、膝の後ろか前でね、そして引いてきたら、こう内入れないでね、いつも言ってるけど、膝の下にかかと、上の足首フレックスでまっすぐ座るだけ、グッド、さあ三角から両手入れて、前屈して肘曲げて顔にタッチ、できるだけここで手深く入れて、左足持ち上げる、ハートの前持ってきたら左手抜いて、左向いて頭の後ろから右手とつなぐ、目線左の脇の下から空見る、ワン、チュー、スリー、フォー、オプション1の人を右足少し床から持ち上げる、オプション2の人を右足伸ばす、チュー、スリー、フォー、ファイブ、オッケー、ゆっくり下ろす、そうお疲れ様、足全部伸ばしてシェイクシェイクする、そしたら両足縦膝して引き寄せて、足の裏ブッダにして引き寄せます、お尻浅く座ったり深く座ったり、自分の好きなところで膝小僧を外に押し広げてください、肩を胸からお外に開き、背中ハの字にして首長くしてね、おへその下伸ばしたり腰の下伸ばしたりして、前のめりになったり後ろに猫背になったりしないように、お尻の下のボルスターをうまく使ってみてください、そうです、
さあ右の手左のももの外、左手お尻の後ろ、巻きつけて背骨を伸ばしながら後ろへツイストします。シュースリーフォーファイブ、スイッチ左手を右のももの外、ワンチュー、そうだね、背骨に呼吸ね、トゥリーフォーファイブ、オッケー、センターに戻る。そのまま指先カップハンド、そして背骨丸めないで指で歩いていってください。体重は下に下ろさない、つむじ遠く、胸遠く、ホールド、尻尾とつむじ引っ張り合ってそこにいて、吸いながらゆっくりとことこ起き上がってくる。そしたら右足立て膝してね。そう、そして自分のつま先を立ててかかとをボルスターのように今日乗せちゃってください。お尻上げていいから右の膝小僧に体重乗せて前に行きます。足首とふくらはぎ伸ばしましょう。グッド、吸いながら起き上がってきて、お尻もう一回ボルスターに戻したら右膝胸に引き寄せて両手つないで足の裏に入れます。お腹ももタッチ、背骨伸ばしたらサギのポーズ、右足まっすぐお空にホールド、いっぱい伸びて背骨曲がるならいっぱい伸ばさなくていいからね。ワンツースリーフォーファイブスね、床と平行にしたら脇の下の後ろの壁に膝が貫通するように後ろにアーチェリー引きましょう。脇の下に今日膝小僧挟むだけ。ワン、まっすぐ引いてね、こうね、こっち引いて、そう、シュースリーフォー、左手離して前からピースの指で足の親指クロスで持つ、右の手を内側から入れて肩の上にこの膝担ぎ上げて、右手をボルスターの上に置いて肘外に曲げる。 OK、 左手くぐる、目線空、ワン、右肘で股関節後ろに押してごらん、スリーフォー、ハリガーサナモンのポーズ、ファイブ、右手抜いていいよ。さあそのまま右足ぐーっと前、右の手後ろに開いて T の字、ワン、首長くね、チュースリーフォー、ヨギ投法のままファイブ、 T の字で正面向きましょう。右足を左へクロスホールド、右手耳のそば、トゥースリーフォー、ファイブ、お腹力入れてね、左手もワン、2 3 4、手使っていいからね、5、右足を左のももの外に立て膝して、下半身もすでに左向いてるから正面向いてハートの前で合掌して、左の肘の脇の下に右の膝挟む。さあこうなってる人できるだけ胸開いて右のお尻離れないようにボルスターを押して、さあ背骨長くしたら目線右の肩から後ろへツイスト、2 3、 胸とお腹しっかりねじってみてね、4、綺麗だよ、ウルドバマツエンドラーサナというポーズ、5、お尻がこれだけボルスターから上がってるから次のポーズチャレンジします。今日サイドクローの途中まで太もものお外に両手つくために正面に両手をついてください。そして左の手が膝の外にフックします。さあ右手が離れてるからお尻上げて自分の二の腕と膝の肘の上に外のももが引っかかるように持ち上げてください。右手引いてここに引っかかるように肘が置く、それだけ。心臓とお尻が同じラインになったら目線私の方へ、ホールドです。上がれって言わないから、下の足置いといていいから、呼吸、お腹ねじって、チャレンジする人どうぞ、上がっていいよ。
2 3 4。平行移動するだけでお腹ねじれるから、そこにいて5。オッケー、戻る。来た。さあ、そしたらそのまま右足今度外へ開放。左足のかかとはボルスターに、右足はお外に気持ちよく開いていく。そう、グッドです。そしたら両手を前についてちょっとずつ前に前屈しましょう。お尻離れてるからね。おへその下が伸びるところ、右足できたらワークしてね。かかと外切り出して、つま先自分の方。きつい人は膝を曲げて楽にしていいよ。さあ、そしたら自分の左のかかとを越えます。前にお尻ずらしましょう。ずる。そう、そしてそのまま前屈。きつい人左の膝、正座の足崩しに閉じて、右足も少し閉じると多分お尻つく。今来た道帰ります。両手で押してお尻ボルスターに戻す。さあ、戻ったら右足くるくるくるっと今日後ろに抜く。恥骨をボルスター、ももの付け根がボルスターに降りるまで後ろに引いて、右足をマットと平行にしてください。左足きつい人はボルスターの位置任せます。大丈夫？そこにいてスリーピングスワン、縦肘して寝てるだけでいいよ。お尻が上から見ると平行がいい。ピジョンね。きつい人左膝中に入れるといいよ。もっと枕作る人は顎枕ね。寝ていいです。吸いながら手で押して半分上がってきてください。さあ、右の膝床、足曲げる。右手で持つかかとお尻、起きてきて。その足首後ろ押して上半身上がる。さあ、左手ティームドラホールド。正面向いてね。あとは正面向きです。さあ、余裕になるとどんどん行きましょう。難しい人は今のままでも全然いいです。さあ、肘もかけなくていいよ。グッドよ。ボルスターうまく使ってね。またがってるから比較的今日いけるはずです。いい感じ、いい感じ。そう、カポターサナね。オッケー、ゆっくり戻そう。右足くるくる、気をつけてね。ブッダに戻す。お尻ドカン座る。さあ、左右差感じてちょいとそこで止まってね。左足行きます。縦膝ボルスターにかかと、膝に乗ってアキレス腱伸ばす。OK、 戻したらサギのポーズ。両手つないで足の裏に入れて、引き寄せて足伸ばす。まずね、まっすぐに座ることを考えてね。グッドです。2、クラウンチャーサナ。3 4 5。膝90度曲げて、すね床と平行になったら自分の膝を脇の下の後ろの壁の方に貫通させるように引いて、アーチェリー。2 3。そうだね、すごいグッド。4 5。右手クロスでヨギ投法。左の手を内側から入れて肩の上に担ぎ上げたら、左手ボルスター。
さあパリガーサナ、左肘で少し股関節後ろに押しながら右の脇の下越える、空見る、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、左手抜く、そのまま右足を、ごめん、左足前、左手後ろに引いてツイスト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。さあそのまま正面向いて左足右へクロス、正面向いたら左手耳のそば、ワン、ツー、スリー、フォー、お腹力入れて右手耳のそば、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。左足曲げてね、右のももの外に立て膝しましょう、クロス。さあ正面向いてハートで合掌して、肘を膝の前にかけて首長くしてね、背中こうなりやすいから気をつけて、目線左の肩から後ろ、チュー、スリー、フォー、ツイストを深めましょう、ファイブ。右手はかけといてね、そして正面に両手つくよ。でそのまま外ももが両方肘の上に乗るようにして、そう、片手でも全然いいからね、右手しかかかってなかったら右手だけでもいいから、ちょっと前向いて少しお尻上げてみる、そう、そしていける人は乗っかってみてもいい。ねじるだけでもいいからね、ボルスターの上に足を置いたままお尻上げるだけでいいからね、全然いいから。左手かかってなくても上がれるよ、右手だけかかってればね、そう、左手大丈夫、かかってなくても大丈夫、いけるはず。レッツゴー、呼吸、視点です、シーソーゲームです、心臓とお尻がね、そうです、だから目線前ね、そうしないと顔が潰れちゃうよ、そう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 、グッドです、グッドです。サイドクローね、パルシババカーサナと言います、センターに戻しましょう、左足外にオープン。さあまず座ろう、右足ブッダ、左足お外、前屈、まず腰伸ばすだけ、おへその下と腰伸ばして、パビタジャヌシルシャサナ。さあ右のかかとお尻越えましょう、前に出る、きつい人はね右膝を少し閉じるのよ、正座みたいにね、で左足もちょっと閉じてね、さあ自分に聞きながらね、避けないようにいきましょう、そうですそうです。吸いながら戻します、お尻よいしょ、後ろに戻したらピジョンね、左足くるくるっと後ろに持ってきて、まず右足きつい人は膝を中ね、中入れてね、そして お尻の下にボルスター入れてまたいで、そうするとまっすぐ向きやすい、余裕のある人は右の膝外ですね、前ね、その方がきついよ、そして前屈ね、上から見るとお尻平行がいいよ、スリーピングスワン、ピジョン、足の付け根のリンパをしっかり開きましょう、床でやるよりお尻上がってる分だけ伸びてるとこが分かりやすいはず、
吸いながら半分上がる。左足を曲げて左手でキャッチしてかかとお尻、上がりやすいところに右足を置いてね。さあすね後ろに蹴って上がってきたら、いけたら肘かける、いけたら右手空。そう、そしてそのままでもいいからね、つなげる人はつないでいく。それぞれの鳩へ呼吸。今日正面向きの鳩さんね。そうです。自分がいた気持ちいいところで止まってね、無理しないで。ヨガは瞑想です。さあ足ブッダに戻して、ゼロ点に戻ったらまっすぐ座ってみる。OK、 両方の足ゆっくりと立て膝にして、足腰幅でかかとボルスターに乗せて、つま先じゃんけんのパーにしましょう。さあそのままいつも通りです。かかとしっかり乗っかって、ももが床と平行で、お尻をかかとの上に乗せてしゃがんでみましょう。ボルスターうまく使ってね。そうです。さあ両方の手を前習いして合掌したら、右の手をコンパスで半分円描いて後ろ向いて、ホールド、ツー、スリー、フォー、ファイブ、半円描いて戻す。無駄な力を抜いて左手オープン、ワン、ツー、スリー、OK、 センターでバンザイ。そこから今日かかとを中に入れて膝を開いてバランス取ってみる。もうボルスターから多分離れてるよ。頑張れ。スリー、フォー、立てそう、ファイブ、そのままゆっくり上がってくよ。ホールド、お尻締めて、チュー、スリー、フォー、バイバー、足平行ボルスターに乗っかって、かかと乗っかって、少し足踏み、つま先をしっかり広げましょう。そう、グッと足腰幅。今度は膝小僧前に出して、かかとお尻の上に来るように、ホールド、チュー、スリー、フォー、ファイブ、グッと。そしたら膝小僧を持って、そのままお膝を伸ばしながら背骨フラットバック、ハーフウェイセブン、ワン、チュー、飛び出すエネルギーをお腹の下で止めてください。フォー、ファイブ、スローリー足首前屈する、膝曲げる、ワン、ツー、お腹ももタッチ、スリー、フォー、ファイブ、両手ボルスター、ホールド、ワン、ツー、スリー、フォー、目線ちょい前。さあ右の足床から離して、かかとでボルスターを押す、ワン、足首フレックス、ツー、スリー、フォー、ファイブ、スイッチ、左足持ち上げる、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、両方置くでしょ。つま先を、あ、ごめん、指先を立てて肩の下、フラットバック、 OK、 かかとで押して両足持ち上げるよ、ワン、チュー、スリー、4、5、
6 7 8 9 10つま先を置く前屈リラックス。OK、 吸いながらつま先立ちのままゆっくり両手前から持ち上げて起き上がってくる。右手で左の手首掴んで上に伸びて、吐く息で体右へ倒す。ヤシの木から三日月。3 4 5スイッチ1 2 3 4 5 OK、 両手ウエスト少し膝シェイクシェイク、かかとしっかり乗っかっといてね。OK、 左足に乗っかって右足曲げる。左手万歳。息吸って吐く息で右の膝曲げて左の肘タッチ。戻す。クラン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 チ。ホールド。ワン。チュー。スリー。フォー。ファイブ。ピース伸び出しの親指持つ。伸びる。ワン。ツイストしろって言ってないから正面向いてていいよ。フリー、フォー、ファイブ。オッケー、その足キープ。ウエストつま先ポイント。オッケー、その足今日外。トゥー、キツイスト膝曲げて。フリー、フォー、キー、ワン、スリー。きつい人ボクサーから降りていいからね、降りていいからね、ある方がきついよ。飛び出すから。そうそうそう。ファイブ、数字の4、両手前ならえ、お尻後ろに突き出して椅子に座る。ワン、チュー、スリー、フォー。ファイブ、お疲れ。足置く。シェイクシェイク。ボルサ入れない人抜いてね。ある方がきついからね、言っとくよ。そう、両手ウエスト。 OK、 右足に体重かける。右手万歳。左足ちょっと前置くね。さあ乗るよ。息吸って吐く息でクランチ。吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐いて、吸って吐く、キープ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ヨギと伸びる。ワン、チュー、スリー、フォー、ファイブ。出てウエスト、つま先ポイント。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、外。ワン、チュー、スリー、私ラッキー、フォー、ファイブ、キー、ワン、チュー、スリー。これきついはずの、みんなその平気な顔してるけど、フォー、ビューティー、ほんとすごい。ファイブ、数字の4、両手前なら、さあお尻すぐ突き出してしゃがむ。トゥー、スリー、強いね、みんな。フォー、お疲れ。降りていいよ。シェイクシェイク。さあ今度反対、後ろ行くね。いつも通りです。つま先をかける。そう、今と反対側伸ばしたいですね。まず立ってごらん。整形外科で腰悪い人、よくこういう、測定板があるんですけど、土のまず、より上を全部かけてもらって、そう、足首硬い人きついけど、できるだけ背骨伸ばして、こうピヨピヨにならないように、まっすぐに座って、ね、立ってみるね、うん、でお尻とこのウエストの後ろとかも全部後ろの壁につけようとして、本当は壁でやりたいの。さあ両手万歳です。貼り付け、ホールド。ヤシの木の反対ね。呼吸、膝の後ろ側伸ばして、お尻と背中、後ろの壁、溝落ちも中に入れて、グッと、すごい綺麗。
さあセブンです。両手耳の脇で手のひらを内側に向けたらゆっくりお尻突き出してセブンまで行きましょう。ワン、チュー、スリー、フォー、両手 T の字。さあ膝を曲げてお腹ももタッチ。ワン、飛行機、チュー、スリー、フォー、両手ボルスター。頭を下ろしてウッダーナーサナー。あの膝全部伸ばさなくていいから前屈してごらん。気持ちいいところ、さっきより上半身前屈が深まるからね。吸ってフラットバックハーフウェイ。左手を真ん中、右の手腰骨、上半身右胸空に引き上げるようにしながらツイストしましょう。プロペラ右手空へ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、スイッチ、右手真ん中、左手腰骨、背骨伸ばす、左肩空、手空、チュー、スリー、フォー、ファイブ。さあウッダーナーサナ、一回力抜いて膝曲げていいから前屈、腰から釣り鐘で上半身下ろすことを集中してみてね。うん、そしたら吸いながらフラットバック、両手ボルスターで半分。今度はお腹を使います。足の付け根空に引き上げて両かかとを持ち上げたらつま先よりかかとが上に上がるようにしてね。ホールド、飛び出すエネルギーをお腹で止めてバンダです。チュー、スリー、フォー、ファイブ、オッケー。ゆっくりかかとを下ろす。さあジャンプで後ろにピョンって降りていいよ。さあボルスターを両手肩の下でちょっと前に来てくださいませ。キリンさんの四つん這いです。両足ぴったり真ん中でくっつけたら右足後ろに蹴っ飛ばして、おへそ落として尻尾持ち上げて前見る。吐く息で膝を胸に引き寄せて鼻とタッチ。吸ってスリップ、内ももすり合わせて吐いてロールする。吸ってスリップ、吐いてロールして、吸ってスリップ、吐いてロールします。 OK。 そしたらそのまま右の足をボルスターの上に乗せましょう。指先カップハンドで半分起き上がって、お尻両方とも突き出したら両膝伸ばしてすねとかを近づける。パルシュボッターナーサナー、トゥー、スリー、ファイブ。 OK。 背骨フラットに戻して、右足もう一回後ろに蹴りましょう。足首フレックスね。両手肩の下で背骨を床と平行にしてみて、右手ボルスターにしっかりついたら左手横に伸ばす。飛行機、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。右足を空に曲げて左手でキャッチ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。目線下、軸足曲げて右手お化けみたいにゆっくり起き上がってきて持ったまま、そしたら右手空、足クロスで持ってるはずよ。ホールド。そしたら上から右手で右の足首掴んで、上から掴む、ホールド。さあちょっとそこで伸びる股関節、今日開いたナタラジャーサナ、ツー、こっちじゃなくてね、こっちね、スリー、フォー、ファイブ。お疲れ、足セイクセイク。さあキリンさんの四つん這いに戻す。肩の下にボルスター、ブロックの代わり、左足をお腹の力で後ろに蹴っ飛ばしてね。吐く息で膝を鼻に近づけておへそ空よ。吸ってスリップ、
吐いてロール、腰を使わないで。吸ってスリップ、吐いてロール、吸ってスリップ、吐いてロール、ラスト吸ってスリップ。吐く息で膝を鼻に近づけたらボルスターのように左足を置く。できるだけ両膝伸ばして。手が足りない人はカップハンド、きつくない人は置いといていいからね。すねとかを近づけて前屈、呼吸。OK、 左足をもう一回胸に引き寄せて後ろに蹴って、骨盤平行、足首フレックス、サランバリベラミラバドラーサナ、楽な戦士のポーズ3番と言いますね。ホールドン。さあそこで内ももを引き寄せて、左のつま先下に向いてるのを確認してから右手 T の字飛行機、バリビリタルダチャンドランサナ半分中。3 4、左足曲げる、右手でキャッチ、軸足曲げて、目線下で左手をお化けで上がってきて、ゆっくりよ、自分のペース。さあ左足外に開いてていいからね。そのまま上から左手で足首つかみましょう。上から持つ、すねでもいいよ。さあそしてそのままバランス取れたらちょっとだけ蹴ってみる、呼吸。さあ上からこう持てたらね、両方足首上から持ってもいい。素晴らしい。ゆっくりシェイクシェイク。さあお疲れ様。そのまま足の幅マットのヘリとヘリ、ちょっとほぐしましょう。足を開いたら両手体側、左手万歳。さあもう一度三日月、右手スライド、左手頭の後ろ、空見る。OK、 ゆっくり起き上がってスイッチ。グッと、ゆっくりと起き上がってきたら、かかと一つ中、両手合掌、しゃがむ、スローリーダウン、お尻もっこりしないで、マラーサナ。再生のせ、かかと上げる、肛門閉めてよ、飛び出すエネルギーをお腹で止めて。3、今日ね、今日こうじゃないからきついの。そう、ハートの前で合掌してると飛び出してくるから頑張って。4、お疲れ様。ゆっくり両手ボルスターで前屈、お尻は後ろに引いてよ。ボルスター手前に引いて足の近くに持ってきていいから、両肘つけられそうならつけて、うん。右足外に開くよ、スカンダーサナ、する、お尻つかないで。アンバランスに耐えてね。呼吸で牽引し合うね。お尻が落ちる力と前に前屈する力ね。 OK、 お腹の力で右足引いて、よいしょ、左足外出す、左右差感じて、左右差感じます。そうです、開きやすい方の足、乗っかりやすい方のお尻、いろいろありますね、転びやすい方。OK、 マラーサナに戻しましょう。よいしょ。さあそこから少しつま先を外にハの字、かかとを中心にコロン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 。 OK です。うつ伏せ、恥骨にボルスター。そこからあと一つ下に降りて、
おへそがボルスターの一番上かな。そして恥骨がボルスターの手前に降りる感じで、下半身が沼に浸かるぐらいリラックスしてくださいませ。縦肘してスフィンクスで上がったら右足曲げます。右手で足首掴んで、そのまますね後ろ、足首後ろに蹴ることで左の肘離して、恥骨ね床でもいいよ、おへその下にボルスター入れてもいいからね。下半身が浮かないようにして、そう、そして左手離せたら左足曲げてギューンと持って上半身上がりましょう。上がれるとこまでボルスター降りていいです。自分降りてっていいです。降りた方が楽、おへその下に入れた方が楽です。グッタグッタ、さあ成功、グッタ、ダヌラーサナね、牽引し合って足を後ろに蹴って、ももは床よ。お疲れ様。離して寝るとね、いい感じで腰が丸まるから、どっちかほっぺ下にして寝ちゃいましょう。そしたらね、恥骨ボルスターに乗せてね、足の付け根ちょっと上くるね。で、外にトカゲ、カエルの足にして乗せて、お膝を90度曲げたら肘を両方90度曲げる。うつ伏せのまま右に張ってって、右の肘と右の膝が近づいたら顔を右に向けて休む。トカゲのポーズ。上半身だけ真ん中に戻って、左手を横に伸ばして手のひら下向き、肩のライン、右手胸の脇、右の足を左の足の内ももに木のポーズにして寝返り打つ。さらに右足を左の足の後ろに立て、膝、お尻の近くにかかとを、その膝後ろに開こうとして、ちょっとおへそとか胸仰向けになってもいいぐらい、左の肩をストレッチしましょう。首の力抜いといてね。そうです、右の内ももが空に向く感じで立て膝してみましょう。自分で調節してね、きつい人無理しないで。うつ伏せに戻します。ゆっくり反対側に左足を変える。両手を90度曲げて、左に張って左の肘、左の膝タッチ、顔左向けて休む。大地へどんどんつながっていく時間です。上半身真ん中戻ったら、右手横伸ばして手のひら下向き、左手胸の脇、体を右に半分寝返り打ったら、右足を、あ、ごめん、左足を木のポーズ、そこから後ろに下ろす、縦膝、かかとお尻の近く、内もも空に向けるぐらい骨盤をちょっと後ろにね開いてあげてもいいよ。肩痛かったら無理しないでね。
さあ、そしたら両足伸ばして右手前に抜いて仰向けになります。そのまま一周半周しましょう。お尻ボルスター、両膝立て膝、右足胸に抱っこ、左足伸ばす。左手で右の膝の外持って、右手外開いて、右足を左にツイスト。気持ちいいとこで胸仰向けで目線右へ。空中で腰骨をツイストして楽しんでください。反対行きましょう。両膝立て膝、左膝を胸に抱っこ、右足を伸ばします。右手で左の膝の外を持って、左手外開いて、左足を右へツイスト。胸を向け、左手の方を見る。センター戻ったら両膝立て膝で、ボルスター少し下に押して膝小僧の真下。そしたらボルスターの上で立て膝して、足の裏ボルスターに乗せて、足がちょうど腰幅、平行、顎引く。さあ両手万歳、肘曲げていいから手リラックスで顎引いたら、肛門締めてお尻を床から持ち上げて、腰骨も持ち上げて、ももを空に、恥骨を空にホールド、お尻締める。ワン、橋のポーズ。ツースリー、手の力使わない橋のポーズ、お尻の力だけ。フォー、ファイブ、シックス、吐いて、セブン、吐いて、エイト、吐いて、ナイン、吐いて、テン。吐く息ゆっくりダウン。足伸ばす。吸いながら手と足気持ちよく縦にぎゅー引っ張って、お尻10センチ床から持ち上げたら、口から吐いて、尾てい骨、仙骨、バーン、押し付けて、吸いながら伸びて、口からはー、もう一回吸いながら伸びて、口からはー。さあ両手楽なところ、右肩ストーン、力抜いて、足の力もダラーンと抜いて、足の付け根、ももリラックス、首、肩力抜いて、喉の力も抜いてあげる。
Thank you.